私あの息子がいまして、まあ、水彩今まで高校を通ってて今はまあ大学行ってるんですけども、その中で、まあ、まあ村長には多分頭が痛いような話だと思うんですけども、息子が、まあ、畜産部私やってまして、でその時にお父さんと一緒にやりたかったと、どうして戻ってできないのと散々言われました。でも今の現状分かるよなさ、でもお父さんも戻ってやりたい、でもできないよなさ、でもそのなんていうんだろう、まあ除染産業もそうなんですけども、本当にこうまあできるだけならば本当にいつ戻れるのか、本当に戻っていつ仕事ができるのかっていうのを明確にしてほしいっていうのが、まあ、私の願いでございます。でもまだ今日介護して、まあ、いろんな人から聞いて、でそれを持ち帰ってうちに帰って話しても全然前に進まないんです。でまあこの先どうするのかなと、まあ私本人も今、まあ、アルバイトしてますけども、本当にこう先が見えない、困っちゃうというか、本当に何とかしてほしいと、もう息子とかに泣きましたよ。本当に嬉しいんだけどもできない、まあ、大変だと思うんですけども、まあ、できるだけ本当に早めに戻れるように、まあ、頑張っていただきたいと思います。それだけです。